おはようございます。わらたび夫婦です。今回は兵庫県姫路市の日帰り旅、姫路の名物グルメをメインに観光スポットをちょろっとご紹介するので、よろしければ最後までご覧ください。それでは本日の観光グルメ旅スタートです。早朝、姫路駅からバスに揺られること約30分。最初にやってきたのは太陽公園。すごない？いや、めっちゃすごい。めっちゃでかくない？太陽公園とは、世界の石の建築物や文化を再現した、日本にいながら世界旅行ができるスポット。太陽王国白鳥城。はい、行きましょう。あ、マップあるで、マップ。城のエリアと石のエリアがあるみたいだな、うん、敷地は甲子園球場4個分の広さ。全部回るのに最低半日はかかりそう。かわいい。入場料は大人1500円。ポイントがつくのでじゃらんにてあらかじめ予約済み。まずはモノレールに乗り、遠くから見えていたお城へと向かいます。こちらのお城はドイツのノイシュバンシュタイン城を3分の2スケールで再現したもので、城内には西日本最大級の四角トリック3D アートがあり、面白い写真を撮ることができました。お城の中庭が特に映え、まるで海外に来た気分を味わえます。中でも感動したのは、石のエリアにある1000体もの素焼きの兵馬俑。なんとこちらの兵馬俑は当時と同じ工法で復元し、中国から運び設置されたもので、こちらは圧巻。ちなみにスタンプラリーを集めたら、お城が綺麗なポストカードがもらえたので、チャレンジしてみてください。姫路駅に戻ってきまして、続いてやってきたのは地下街にあるゴザソウロウ担々麺フェスタ店。こちらはゴザソウロウがやっている担々麺屋さんになります。こちらでいただくのは担々麺と餃子。餃子は通常の2倍サイズで値段が290円。担々麺も通常サイズで390円とお財布に優しい。うん、めっちゃうまい。肝心の味はというと、ラーメンは見た目に反してあっさりしていて、めちゃめちゃ食べやすい。餃子も薄皮でニンニクがきつくなく、女性でもペロッといけちゃいます。安くて美味しいので、ご近所にあったら通いたいくらい好みの味でした。続いてやってきたのは浜本コーヒー。こちらは喫茶店100名店にも選ばれたことがある有名店だそうで、いただいたのはコーヒーと姫路といえばのアーモンドトースト。食べていい？いただきます。うん、おいしい。うん、おいしい。めっちゃおいしい。ゆうきさんは初めてのアーモンドトーストに感動。もちもちっとした生地の美味しい食パンに、甘さ控えめのアーモンドペーストとカリカリに焼かれたアーモンドスライスが乗った絶品トースト。コーヒーもまろやかで美味しい。こちらのアーモンドトーストはめちゃめちゃ美味しかったので、ぜひ食べていただきたいです。お腹もだいぶ膨れたので、姫路といえばの姫路城へ。実は2人とも姫路城は初めまして。
日本で初めて世界遺産登録がされた姫路城ですが、今年で世界遺産登録30周年という記念な年のようです。カラーめっちゃでかい。やばい、想像以上にでかい。姫路城姫路城は白漆喰で塗られた白い壁が特徴的で、日本の木造建築物として最高傑作と言われているそうです。かっこいいので、これはぜひ間近で見ていただきたい。ちなみにこちらのイーグレ姫路という複合施設の屋上から姫路城をきれいに見ることができるのでおすすめ。続いてやってきたのは主戦亭灘菊かっぱ亭。姫路おでんの有名店と聞きやってきました。メニューはこちら。こちらのお店は坂倉さんが経営している居酒屋さんで、ちょうどハッピーアワー中だったので日本酒が嬉しいことに半額。まずいただくのはひねぽん。ひねぽんとは、卵を産まなくなった鶏を炭火でじっくり焼いて冷蔵庫で締めてポン酢で和えた播州名物だそうで、初実食。若鶏に比べて歯ごたえがあり、噛めば噛むほど旨味が出てきて酒のあてに最高。お店の名物大串おでんの白を注文。すごいこれ。筋肉、卵、こんにゃく、厚揚げ、ごぼう天。まず見た目にびっくり。ドロドロした白い酒粕は出汁も効いていて、意外におでんと合う。ボリュームもあって一口で満足感がありました。もう一品は王道の姫路おでん。姫路おでんとは、上からたっぷりと生姜醤油をかけたり、生姜醤油を小皿に入れてつけて食べるなど、生姜醤油で食べるおでんのことを指すそうです。見た目濃そうに見えたのですが、全然そんなことはなく、おそらく後掛けの生姜醤油がいい感じにアクセントになっていて、これまた日本酒とあって最高。どのネタも柔らかく味が染み込んでいて最高に美味しかったので、こちらもおすすめのお店です。ブラブラと駅付近を歩いていると御座候を発見。御座候は要は今川焼きのことで、赤あんか白あんかを選ぶことができます。関西で馴染み深い御座候ですが、発祥はここ姫路だとか。うまうまなの。うまい、めっちゃおいしい。続いてやってきたのは姫路駅目の前のこちら、南風姫路本店。なんか色々あってさ、すごくない？焼き系でさ、こんなの初めて見たんやけど。うまい。いただくのはこちらの泥焼き。泥焼きとは、お好み焼きでももんじゃ焼きでもない、とろっとした南風発祥の粉もんのことで、だしやソースでいただきます。あ、めっちゃ柔らかい。めっちゃ美味しい。あ、シンプルにうまい。あっさりなたこ焼きって感じ。これを、まあ、第二段階ね。お出汁第二段階。明石焼き風にね。明石焼き風ね。やばい、だしうまい。だしめっちゃうまい、やばい。こちらを、うん、あ、なんかすごいサラサラしてる。オイスターソース、ね、めっちゃだしソース感動した。やば、うまだしが効いた
たこ焼きに近いようなふわとろ食感の美味しい粉もん。おすすめはだし&ソースです。粉もん好きとしてこれは最高に美味しい一品だったので、ぜひご賞味あれ。姫路旅最後にやってきたのは駅構内にある駅そば。駅そばとは姫路駅の名物で、つゆはうどん風、麺は中華麺のおそばのこと。一見ミスマッチに思える組み合わせだけど、食べると癖になる味。中華麺よりかはそばに近いような初めての麺でしたが、出汁と合っていて美味しくいただけました。姫路に来られた際は食べてみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。少しでもいいと思っていただけたら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。それでは次回お楽しみに。